疲れ様でした。お疲れ様です。最後のホイッスル版、どんな気持ちで聞きましたか？いやまあこれがサッカーですし、まあこの現実は受け止めにくいですけど、やっぱここの差がやっぱ最後出ましたし、まあ受け止めにくい結果ですけど、はい、受け止めるしかないのかなとは思ってます。今大会4試合を通してはチームの変化は川さんどんな風に感じましたか？まあ本当に、まあ、監督が変わったりして厳しい戦いが予想された中で、本当にチーム一丸となって今日までやってこれましたし、だからこそこの1勝を、ね、取って次に行きたかったですけど、やはりこの壁が非常に、まあ、大きいものだなというのを実感しますし、まあ、今は本当にこの結果を受け止めるしかないのかなと思ってます。香川選手自身はあの代表に入れるかどうかっていうそんな時期もありました。今10番を背負ってピッチの上で最後のホイッスルを聞いた、そういう意味ではいかがですか？いや本当に次に行きたかったですし、でもその可能性がね非常にあるチームだったんで、まあ、たくさんの声援を受けてましたし、本当に新しい歴史をね、このチームと刻みたかったですけど、まあそれが叶うことができなくて、まあ、非常に悔しいです。ただ結果だけではなくてチームとして日本としてつかめたものってあるんじゃないかなと思いますけども、まあここ勝ち切りたかったんで、やはりこれが壁だと思いますし、この現実を僕たちは受け止めなきゃいけないと思ってるんで、まあ非常に悔しいですし受け止めにくいですけど、まあこの結果は必ず自分たちにとって意味のあることだとそう思ってるんで、まあしっかり次につなげれるようにやっていきたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。